プノンペンにおけるノロドムシハモニの巨大な写真1953年5月14日に、プノンペンにて、国王ノロドムシハヌークと6番目の日であるノロドム、モニニアットシハヌークの間に生まれた。名前は、両親の名前から取られたものである。誕生した5月14日はちょうど不王シハヌークが、訪問先の日本から完御した日であったため、トキオという愛称が付けられた。 シハヌークの息子たちの中では最も父親の愛情を受けて育ったと言われる。1960年代から1970年代にかけて、プラハでクラシックダンスを学んだ後、北朝鮮に渡り映画撮影技術を学んだ。ポルポと政権時代には、クメールルージュの撃った父親らの偽伝法によって、カンボジアに帰国させられ、両親と共に、 フノンペンの王宮に遊兵された。1978年、ポルポと政権崩壊直前に両親と共に脱出に成功。1981年にはフランスに渡り、バレエを教えた。その後カンボジアの内政へ不安定により、フランスに20年間泊まることになる。1993年からは、パリでユネスコの大使を務めた。なお、 シハモニは独身であり子供はいない。2004年10月7日に不王が対を表明。14日、新たに制定された王室関連法により、奮戦首相、ノロドム・ラナリット会議長、チア・シム上院議長、上院副議長、会副,副議長、構想2人の9人のメンバーからなる王室評議会で、ノロドム・シハモニが指名され、 そのメンバーであるフンセン及びラナリットが国会で、その旨を演説表明した。ノロドムシハモにはこの時、シハヌークの体を思いとどまらせるために、シハヌークの滞在先の中華人民共和国北京にいたが、同年10月20日には即位に臨むため、シハヌークと共に北京から帰国した。29日には8万人とも言われる市民が集まり、 その即位式が行われた。2010年5月16日に国賓として訪日。17日午前には、宮殿到底で行われた、歓迎行事で、陸上自衛隊、儀上隊の栄誉礼を受けた。同夜には、皇居宮殿、豊明殿で、天皇明人主催の宮中晩餐会が催された。同19日、離日。2015年9月3日の中国人民。 抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年、記念式典に森林し、天安門広場を更新するカンボジア軍を越兵した。2019年10月22日の即位礼正殿の、ギニ参列し同日中に、迎賓館赤坂リ宮で、安倍晋三内閣総理大臣に隠蔽した。ありがとうございます。